晩ご飯何？今日はコロッケ作ったよ。揚げ物か。他にも小鉢でいろいろ作ってるよ。今日揚げ物の気分じゃないんだよな。でも昨日コロッケ食べたいって言ってたよね。昨日と今日じゃ普通に食べたいもの変わるでしょ。シチュー食べたい。今からご飯食べるの遅くなっちゃうよ。お前マジ使えねえ。旦那が仕事で頑張ってるのに旦那の食べたいもの一つも用意できない主婦って何なの？それだったら必要なくない？ごめん。だいたいさ、お前楽しすぎなんだよ。俺が朝から晩まで頑張って働いてる時に家にいてさ、自分の好きな時間に寝たりテレビ見たりできるだろ。どんだけ楽なんだよ。楽してるわけじゃないよ。あなたにはいつも感謝もしてる。でも私だって頑張ってる。頑張ってるって何よ。家事なんて主婦なら誰でもやってるだろ。中には仕事しながらやってる人もいるのに、お前甘えすぎなんだよ。それもわかるけど、私も毎日の掃除や洗濯、料理全部一生懸命やってるつもりだよ。その割には旦那の食べたいもの一つも出せないじゃん。それって頑張ってるって言えるの？事前に言ってくれたら作るよ。でも急に言われても材料とかもあるから難しいよ。そういうところが使えないって言ってるの？毎月生活費渡してるのに、なんで買い溜めとかしておかないの？うちの冷蔵庫そこまで多くないし、二人だけだから多く買いすぎても傷んじゃうんだよ。だったらもっと頭使えよ。ごめんなさい。旦那の食いたいものくらい何時でも出せるようにしとけよ。マジ使えねえ。だったらあなたがやったら？逆ギレ？逆ギレとかじゃなくて、あなたがやったらいいんじゃない？手本見せてよ。始まった。俺働いてるだろ。なんで俺がそんなことしなきゃいけないの？だったら私も働く。これからは自分のことは自分でやってよ。逆ギレすんなよ。働くの？マジきついよ。家にいてあなたに文句言われるくらいなら私も働く。それだけじゃなくて家のこともちゃんとしなきゃダメなんだぞ。もちろんやるよ。自分のことだけ。私も働くんだから自分のことは自分でやってよね。何？いじけてるの？違う。あなたは家事の大変さを分かってない。お前だって仕事の大変さ分かんないだろ。分かるよ。あなたと結婚する前、私も会社に勤めてたでしょ。そこまで言うならやってみたら？分かった。前の会社がいつでも復帰していいって言ってくれたから相談してみる。すぐ弱音は吐くだろうけど、言ったからにはちゃんとしろよ。もちろん分かってるよ。それを言うならあなたもだよ。自分の食事、お弁当、洗濯も全部自分でやってね。余裕でしょ。じゃあ決まりね。今日まではあなたの言う通りにしておく。ちょっといい？どうしたの？昨日の話考えてくれた？私仕事辞める気ないよ。頼むから辞めてくれ。もうしんどい。何がしんどいの？全部がしんどい。家事なんか楽勝って言ってたじゃない。無理。仕事しながら食事作ったり洗濯したりするのは無理だ。私は仕事と家事両立してるよ。お前は家事に慣れてるからだろ。情けない言い訳。張り切ってたのはたったの3日だけ。料理作ったり洗濯したりしてたけど、そのうちコンビニ弁当ばっかりになったし、洗濯もやってたのは最初だけで、同じもの何日も着てコインランドリー使ってるし、そんなんだからお小遣いも足りなくなるんだよ。頼むよ。仕事辞めて家事に専念してくれ。
いや、あなたが言ったんだよ。やるんならちゃんとやれって。お前も言ったからにはちゃんとやれ。男だろ。本当にごめんなさい。もう無理です。勘弁してください。みんなやってることなんだろ、やれよ。本当にごめんなさい。別に仕事しながらでもあなたの家事もやってあげていいけど。本当に？本当に。でも条件がある。何？今日シチュー作ってて。仕事終わってから？かなり遅くなるよ。あなたも私に同じこと言ったんだよ。仕事で頑張ってるのに好きなもの一つ準備できないのかって。本当にごめんなさい。作っといてくれたらあなたの家事もやってあげてもいい。わかった。本当にごめん。お前がどれだけ大変だったかわかった。そうだよ、主婦だからって楽じゃないんだよ。そうだな。全部は無理だけど、これからは俺も手伝えることは手伝う。言ったからね。 LINE にも証拠で残ってるからね。頑張る。今度はちゃんと有言実行してよね。わかった。本当にごめんな。もういいよ。私こそ意地になってごめんね。俺のせいだから気にしないで。シチュー頑張ってうまいの作っとく。